おはようございます。デイ78、7月12日朝ちょうど5時です。VVR に向けて間に合うかどうかも分かりませんが、歩き出しましょう。まずはじめはしばらく登りが続きます。フェリー船着き場までおよそ11キロ、12キロです。Good morning! Oh, where's the route? Over there.じゃあねー。お、素敵な橋じゃないの。あ、じゃあこれもいいとこだな。ベアリッジトレイルヘッド、シルバーパス、セルデンパス、合ってる合ってる。5時出発でちょうど1時間ちょっとハイクですね。確かここら辺からスタートしたんだけど、まあ課題であったこの一山ね、ここがちょっと時間かかって大変かなと思って、ここで時間かかっちゃったらフェリー間に合わないし、であとはこっからこうどんどん落ちて下っていって、ここら辺のフェリー乗り場、船着き場ですね、渡し船のところに9時までにたどり着けばいいと。で、あと3時間か。3時間あるから、多分、何事もなければ、間に合いましたね。それであとは、この船着き場のところが、もう蚊が異常に多いらしいんで、そこに突入する前に、まあ、ウィンドブレーカー来たりとか、スプレーかけたりとか、すればいいかなと、思ってます。虫除けスプレー。こっちでね、よくね、ここ、ディート。これが100とか30とか売ってるんですよ。このディートって、まあ割と強烈な薬品らしくて、まあ肌に直接は結構あまりよろしくないっていう、まあ噂があるんだけど。まあ言うたかて、やっぱりこの100、100% 入ってるってやつの方が、この蚊の大群には効くということで、僕はだいたいこういう服の上、上からもうシュッとかけるといいとしています。そう、フードの頭の上とかね、そう、もも裏とか、膝とか手首のとことか、肩とか、よく座れるとこにかけるようにしています。ね、これ D と100。いろんなのあるから。あんまナチュラルなのは、街では効くかもしんないけど、山の中効かないですね。だいぶいいとこまで降りてきましたね。今ここにいて、ここ、この青いトレイルに入っていかなきゃいけない。これは PCT じゃないんだけど。そうするとここが、フェリー乗り場。レイクなんとか村フェリー。ウェアボックス付きの、キャンプもできるのかな。まあそんな感じで、淡々と来てます。結構頑丈な作りだね。おお。
まあこんな感じの道をね、約30分2キロちょっと歩いて、さっきの分岐点ですねからフェリー着き場に行きます。このままこのトレイルをずっと歩いてったら、その VVR バーミリオンバレーリゾートに着くんだけど、そうすると船に乗るより余計に、往復だったら4時間か5時間かな、片道だったら2時間ちょっとかな、余計に歩かなきゃいけないっていうことで、結構みんなまあ船を利用してるっていう感じですね。まあ、割とハイカーは必ず立ち寄るようなリサプライでも休憩でもシャワーでも充電でも場所なんで、まあ僕も行ってみようかなという感じです。いいさ、 GoPro ビデオストップ。俺なんか9時15分だと思ってたら、フェリーは9時45分なんだってまあ余計間に合ってよかったけどね。今回は ULA のパック一番よく見るな。まあハイパーライトも見るけど、ULA の方が多い気がする。以上、一言でした。お、来たんじゃないの？フェリーの船着き場。で、そうだね、こっち行ったら、こっち側行ったらシルバーパス、セルデンパス。モノパスがよくわかんないな。エディソンフェリーランディング、こっちです。行きましょう。いやー、着いた着いた。8時50分だから、4時間弱。3時間50分で、昨日のキャンプ地から、着くってことですね。いや、間に合ってよかったと思います。今日昼間の一日を有効に、シャワー、ハンバーガー、コーラ、ビール。洗濯はするかどうかわかんないけど。すげえな、普通に森の中で。あ、さっきの3人あそこで待ってる。フェリー。あ、みんなこういうとこでキャンプしたりするのね。で、ここに、そう、ベアボックスがあって、ちょっとキャンプできるようになってるのかな。風情ですね。あの、四国のお遍路での、やった時の渡し船を思い出すな。あそこに着くんだ。あ、これがレイクラディソンってやつなんだ。到着。全部で4人待ってるのかな。日陰探さないとね。ここから乗船ですか。いや、早めに着いてよかったな。とてもリラックス。水が超近い。乗船。あれを使っていくんだ。着いたぞ。バーミリオンバレーリゾート VVR。 どうなってんだ。ついていけばいいのか。よくできたキャンプ場みたいなイメージなのかな。
多分宿泊もできるし、宿泊は確か200ドル以上するけど、キャンプとかそういうのだったらそんなかかんないし。1961年生まれだ。 VVR。 オリエンテーション始まります。ビールもなんかに入ってるみたいよ。すごいな。今12時半ですね。フェリーで着いて、とりあえずシャワーと洗濯。このキャンプ場はフリーです。次のビール飲みますか。洗濯代は払ってないね。シャワーしながらとりあえず必要な分だけ洗いました。もうあと多分3日ぐらいかな、レッツメドを抜けるまで。もうこれで十分でしょう。はい、 VVR、 これ何だっけ、ミートなんとかピザ、外のピザ窯で焼いてます。いただきます。